まあ、ただ名古屋も東京もディフェンス陣は非常に強固ですから、はい、まあ、このゴール前見応えありますよね、ワンタッチで崩していく長いからユンカー、米本が上がってきた、大外森下、ユンカー来るか、クロスボールかシュート、クロスボールあるいはシュートでした。ボール支配率は名古屋よりも東京が上回っているんですが、さあユンカー、マテウスが来た、マテウス、マテウス、サイドネットでした。まあ、ここ左をうまく藤井選手と泉選手で崩しながらスペースに出たユンカー選手に渡って、そこさらに、ね、裏に抜けたマテウス選手からの、これは最後シュートは、まあ、逆に打ってればニア狙いましたかね。逆に逆サイドの低い中谷がいます。中谷ニアに走り込んでくる。中谷のところシュートで行きました。最後は丸山のシュートです。まあ、ここもねニアで中谷選手を揃わしてそのセカンドですよね。まあ、これが当たって丸山のチェック。さあユンカーです。ユンカー運んで引きつけてどうするか、縦に送り込んだ、マテウスが来た、マテウス切り返す、マテウスシュート、スオービックの正面、ね、はい、やはりあれ以上右サイドにはドリブル運ぶことができなかったので、つま先で最後長友の対応です。ここで長いホイッスルです。両者譲らず0対0。